産官同率模試申し込み受付中。自宅受験だけでなく同社大学での受験も可能。申し込みは9月22日まで。詳細は動画概要欄の URL をクリック。当駒線産勤交流に受かる、高校のボリュームゾーンって、うん、偏差値61から65ぐらいの高校に通ってる子たちなんですね。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの川本です。学びズムの矢田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回もタッチトークということですけれども、はい、どうしてもなんか漫才みたいな風にね、漫才っぽくなっちゃう感じですよ。4パチマイクがないだけでねちょっと下げようかなって言うときますけれども、はい、大阪人らしくていいじゃないですか。そうですね、はいはい、これはちょっと馴染んでいきたいなと思ってるんですけれども、はい、今回のトークテーマはですね、はい、ニットをこません、はい、産勤交流志望の子、今のままだとやばいよというトークテーマでございます、はい、そんなわからんやん、そんな視聴者さんがどんなレベルでいるかなんて。そうなんですけど、はい、僕ら結構この講師歴長くて、はい、あ、もう産勤交流とかニットをこませ受かる子ってこの時期やったらこれぐらいいけてるよねとか、進捗度合いもそうですし、あとは意識面ですよね、はい、どういう意識で今過ごしてんのみたいなところはアドバイスできることあるんじゃないかなと思ってるので、その辺を話していきたいんですけれども、はい、まあ、進捗とか習熟度合いからちょっとまず話していくならば、はい、まあ、単語に関してはもう余裕で終わってるっていう状況はもう間違いないかなと。そうですね、単語帳、はい、今まだ単語覚えてないのがあってみたいな、ポリポリみたいなのは、ちょ何言ってんのみたいなね、危ないと思ってます。はい、だいぶ危ないと思う。もちろんこれはカンカン同率であれマーチであれそうなんですけど、もうこの時期に来てまだインプット系の、しかも単純暗記のものが終わってないっていうのは相当やばいよねっていうのは分かってほしいんですよ、ね、はい、いやもちろんずっと継続的にやってるものなんですけど、うんうん、覚えていることを忘れないように復習している時間、うん、でも守りの勉強をしている時間に当ててるんだったらいいんですけど、まだ覚えてないし何章やってないからここやらなくちゃっていう状況がやばいってことですね、うん、そうですね、はい、今の時期に攻めの勉強って危ないなと思ってるんですけれども、うんうん、これなんで危ないかっていうところちょっとだけ話させてもらいたいんですけど、はいはいはい、その大体今って受験後半期に当たる部分じゃないですか、はい、9月以降って、はい、で後半期ってもう過去問演習とかで割と1日が潰れたりして、うん、はいはい、過去問の予習復習だけで結構時間取られるってなったら、うん、はいはい、アウトプット型になっていくじゃないですか。なるほど、はい、の時期にまだ覚えれてないからインプットしてますって、これ単純に計画から遅れてるわけですから、まあそうだね、うん、やからこそこの前半期夏休みまでに英単語とか、はい、英文法の単元別の理解とか、はい、まあ、そういったところは終わらせておいてねってもう今までずっと言ってきたっていうのがあるので、うん、はい、まあ、そこを深く認識してないから単語ぐらいいっかって思ってる子がいると思うんですよね、はいはい、いやほんまに単語帳1冊終わってないのに英語長文できひんからって英語長文の演習積みまくってる受験生、ちょっとやってること間違ってる、いやほんまに、ね、優先順位間違ってんでっていうふうにね、うん、思いますよね。でこれがなんでそういうことが起こるかって言ったら、多分全体像がそもそも分かってなかったりだとか、はい、そこ、ね、うん、から逆算して今何すべきなの、うん、今の自分が何足りてないのっていうのが分かっていない可能性があるので、うんうんうん、これ逆に言えば受かる子って見えてるってことですから、ね、もちろん単語だけではなくてそういった他の科目とのバランスとか勉強法のことまでしっかり把握できてる子、うん、これは受かるんじゃないかなと思っております、うん、確かに、はい、いや僕ね、大学入試で本当良くないなっていうふうに思うのが、はいはい、第一志望っていうこの言い方が、うん、高校の時の第一志望っていうのと同じようなものだという思われてることが非常に良くないなというふうに思うんですね。これ保護者さんもそう思ってる方、保護者さんそう思ってる方多いですね。しかも、うん、長男長女の場合、うん、長男長女でご家庭として大学受験が初めての場合、第一志望に決めたところに行けるっていうのが、高校入試の場合は、まあ、ほとんどそうですよね、うんうんうん、もちろんその学校の先生とかと話したり塾の先生と話して、まあ、この辺目指そっかって言って第一志望って決まっていくもんですけど、大学受験って結構自分で調べてここの大学に行きたいって言って第一志望になったりすることが多いんで、はい、で、大学入試ってそもそも受かる人と落ちる人で圧倒的に落ちる人の方が多い入試なんですね。これは、国公立であっても私立であっても一緒です、うん、で、高校生にとってこの第一志望ってその自分が目指してるがゆえに、はい、こう受かるか落ちるか、まあ、受かるだろうと思って勉強してるんですけど、大体、うんうん、実力相応校が1個下にあって、うん、滑り止めって2個下なんですけど、うんうん、
ほとんどの子が第一志望その一個下が滑り止めって思っちゃうんですよね、うんうん、ありますね、はいはい、でもうこれは非常にシビアなお話なんですけど、はい、この日東駒線三金交流のテーマじゃないですか今日、はい、日東駒線三金交流に受かる、高校のボリュームゾーンって、うん、偏差値61から65ぐらいの高校に通ってる子たちなんですね、はい、61から65ぐらいに通ってる子たちは第一志望を日東駒線三金交流にしません、うん、ただ受からなくて進学先が日東駒線三金交流になる場合が非常に多いっていう偏差値帯が高校偏差値61から65なんですね、うん、だからその子たちは実力相応校がやっぱりそこなんですよ、うんうん、で、1個上マーチカンカン同率レベルは1個やっぱ上なんですね、うん、第一志望にしてもちろんいいし第一志望の方が多いんですけどそれはやっぱり戦うべきは偏差値65から70ぐらいの高校に通ってる子たちと戦ってるんだっていう意識を持ってほしくて、うん、だから今回の動画のテーマだったら日東駒線三金交流だったら61から65ぐらいの高校の子と戦ってる、うん、今の自分の高校の通ってるね高校の偏差値が何いくらだったとしても勝負するラインはそこ受かるか落ちるかのラインは そうですね、そこのラインの高校の子たちが、まあ、普通に1年間ぐらい勉強してやってることと勝負しないといけないんだっていうのは、思っておいてほしいんですよね。だからもちろん間に合わないよやばいよっていうので今回この動画サムネイルになってね多分、はい、視聴者することになっちゃってるんですけど、そのライバルを見誤ることによって苦労するのって自分自身なんで、うん、それをしっかり理解した上でじゃあそこ打倒そこのラインライバルたちっていう風に思うんだったら何をしなくちゃいけないんだっけっていうことを考えてですね、しっかりとそれを行動計画勉強計画に落とし込んで、うん、自分の1週間単位の課題をしっかりやっていってほしいなという風に思います、はい、それでは今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。